一日夜間生活再挑戦10日目。僕は貧乏営業マン。今度こそはどんぐりを拾うためとある公園やってきた。ここはどんぐりがめちゃめちゃ落ちてる。試しに食べてみる。第一巻はいける。渋みが強い種類のどんぐりもあるらしいが、これだったらギリギリセーフかな？結構収穫できた。最高の食材を手に入れダイソーへ。今日の100円はごま油の購入に使った。水につけるとスカスカのどんぐりと虫が浮いてくるらしく、これらを取り除いていく。フライパンで数分間いって、殻が割れてきたら焼けている証拠。殻を噛んで剥がしていく。そして油を引いて再度炒めていく。塩で味付けして完成。だけど今の僕にとっては残った油と塩がもったいなさすぎる。ということでブラックサンダーを溶かしたらどんぐりにかけるソースみたいになるんじゃない？という予定だったが、どっちがどんぐりかわからないくらいの出来栄えになってしまった。まずはどんぐりをいただく。思ったより苦いけどうまーい。